スペイン語でポコアポコって少しずつっていう言葉があるんですけど、それが一番好きかなっていう。母親がこう家で、子供たちを集めて絵画教室をやっていて、で、まあ、その中に混じって一緒にデッサンしたりとか、まあ、絵の具油絵いろいろ使って、遊んでいたっていうのが、殻をこうバッと出す、作業が多くて好きなやり方手法というか、高校卒業してからずっと海外に行っていたんですけど、まあ、その中でいろんなものを僕は見てものづくりをしたいなって思い出した時期があって、でラオスっていう国にたまたま1年間サッカーで行っていたんですけど、カルチャーが結構ミックスされてて、普通に街歩いて生きているだけでも結構刺激を受ける環境にはいたと思うので、いろんな景色を見てたから、そういうものの中から生まれたものをどう洋服に落とし込むかとか、すごい毎日勉強しながらというか楽しみながら進んでいってる感じです。僕南葛 SC っていうクラブでプレーさせてもらってるんですけど、やっぱり葛飾っていう町に住んで同じ空気を吸ってその水を飲んで、そういう道場にちゃんとどっぷり浸かろうと、葛飾に住むで葛飾でプレーするっていうことを選択しているんですけど、そこで出会う人とか街の雰囲気とかすごく好きで、帝釈天の石畳のところとかすごい美しいものがいっぱいあって、だからそういう街にこういろんなアートが、パブリックで見れるようなものとか、そういうものをアートポイントっていうんですかね、そういうのが増えたらすごいワクワクする街になるんじゃないかな。いろんな国に伝統産業って多分あると思うんですけれど、葛飾にこれほど多く伝統産業があるっていうことを正直知らなくて、自分で体験したりとか、していく中でここまでこう突き詰めたものを長く、残ってるって、あ、やっぱ素晴らしいなって